running out of luck, need to get unstuck, so cough. When you're up against the wall and you cannot fall, so cough, go off, go off.皆さんこんにちは。こんにちは。WRM のチャパリダです。ムグッチです。今回も新製品のご紹介になります。今こちらにあるハイブリッド MK を今回は紹介いたします。話題の新製品となります。そうですね。はい。ティバーに移籍した松平健太選手の使用モデルとして開発されたラバーですね。今グッチこのラケットに貼って、まあ、実際ね試打もしてもらったわけなんですけど、これまた素晴らしいラバーに仕上がっていると、はい、いうことで、まあ、今回ね紹介させていただくんですが、まあ皆さん気になってると思うんでね、まずは動画の方見てもらいましょうか。はい、はい、ではプレイ動画の方ご覧ください。はい、それではプレイ動画を見ていきましょう。今回グッチーさんはアンドロのトレーバー CI オフに、ハイブリッド MK を貼ってプレイしています。まずはハイブリッド MK の特徴的なプレイでもあるブロックとカウンターを見ていきましょう。あまり速すぎるラバーでもないのでブロックが非常によく止まり、またカウンターも安定して決めることが可能です。はい、テンションラバーなのでカウンターの時の音もすごく良いですよね。はい、続いてループドライブのカウンターです。一般的なドイツ製のラバーでハイエンドなラバーというのはすごく回転性能が高いので、こういったループドライブのカウンターが難しいんですが、ハイブリッド MK はすごく簡単です。さあ次に松平健太選手の特徴的なプレーでもあるこういったライジングでのフォアハンドですね。結構難しいプレーなんですが、ボールが落ちずにしっかりと相手コートに入ってます。さあ次はバックハンドでのブロックを見ていきましょう。安定したブロックが返っているのが分かると思います。ハイブリッド MK は球持ちがあるラバーなので、こういう相手に攻め込まれたプレーでも落ち着いて、ブロックコースをついて相手を攻めることができます。さあ続いてはさまざまな打点でのフォアハンドドライブを見ていきます。先ほどのプレーにもあったように前陣での速い打点のドライブ、そして中高陣に下がって遅い打点のドライブ、どちらも安定して行うことができます。前陣に張り付いて速いプレーで相手を攻める、また下げられても後ろからでもしっかりドライブを引き返せる、オールラウンドなプレーが可能ならばですね。さあ下回転打ちを見ていきます。決して硬いラバーではないので回転性能がすごくいいというわけではないんですが、とにかく下回転打ちも安定して入る印象です。さあそれでは台上のプレーを見ていきましょう。まずはストップです。しっかり止まってさらに切れてるのがよくわかりますね。次に松平健太選手の特徴的なプレーの一つでもあるこういったレシーブでの流しフリックです。やはりこういう技術も性能が高すぎるラバーだと必要以上に弾んでしまったり、また回転を受けてしまったりするんですが、ハイブリッド MK すごくやりやすいです。3球目攻撃、4球目攻撃を見ていきます。先ほどのレシーブの台上技術を生かして3球目と4球目を有利な展開に持っていけてますね。最後にオール形式の練習を見ていきましょう。ハイブリッド MK 本当に安定性の高いラバーです。これまでのドイツ製テンションラバーでハイエンドな製品というのはやはりスピードがとにかく速かったり回転性能がものすごく高いというのが特徴だったと思います。それは性能が高いということも言えるんですが、
その反面、やはり使う人を選んだり、どうしてもミスが増えてしまったり、そういったことが多かったと思います。その点、このハイブリッド MK、本当に安定性の高いラバーです。松平健太選手の使用前提に開発されているので、上級者が求める最低限の性能というのは確保しつつ、その他をとにかく扱いやすさであったり、プレーの安定性に振ったような印象です。ハイブリッド MK は中級者を基準に多くのプレイヤーにおすすめの性能に仕上がってます。ぜひ一度使ってみてください。はい、プレイ動画いかがでしたでしょうか。素晴らしいプレイでしたね、はい。ここからはこのハイブリッド MK の特徴を分かりやすく、説明していきたいと思います。ということで、まず特徴その1、グチさん何でしょうか。1つ目は、はい、松平選手のようなブロックカウンターができるというところですね。まあ、動画の中でもね、はい、このブロックがしっかりとなって、そうですね、まあ、カウンタープレーも見事でしたね。カウンターもとにかくしやすかったなっていう、はい、印象でしたね。本当、松平選手のそのプレーの顔である、はい、ブロックカウンタープレーは本当に、はい、フォアでもバックでも本当にできる感じでしたね。なかなかここまでそのブロックカウンターのしやすいドイツ製のラバーってあんまりないですよね。そうですね、結構やっぱ引っかかりすぎちゃったり、はい、弾みすぎちゃったりっていうのが多いんで、はいはいはい、やっぱブロックとかカウンターちょっとシビアになりすぎて、うん、ちょっと難しいことが多いのがその最近のドイツ製ラバーに、そうなんですよね、多い傾向にあるんですけど、はい、そのブロックがやりやすいラバーと、はい、カウンターがやりやすいラバーの特性が結構違うから、うん、なかなか両立しないっていう特徴があると思うんですけど、ね、見事に、そうですね、はい、バカはもフォアもやりやすかったですけど、ね、はい、はいはい、それでは2つ目の特徴、グチさん教えてください。2つ目はどの位置からでも攻撃ができるおっていうところですね。はい、これはもう本当、どういう打球点、はい、速い打球点でも遅い打球点でも、はい、で前で打っても後ろ下がって打っても どこでもできる。なるほど、じゃあもうプレー範囲を全部カバーできるんですね。そうですね、はい、本当は速いライジングのドライブ打ってもいいし、はい、引きつけて後ろでフォアドライブで粘るプレーもしやすいので、はい、非常に万能なラバーになります。まあ、思い起こせば、はい、やはり健太選手も、ね、ライジングで打ったり、あとはね、もうスレスレのボールを下からギュッと持ち上げたり、はい、あとは後ろから引き返したり、そうですね、本当になんかあれですよね、オールラウンドなプレーが多いですもんね。それができると、さすがハイブリッド MK、はい、はい、それでは特徴3つ目、グッチさんお願いします。はい、3つ目は松平選手のような台上プレーができるっていうところですね。はい、まあ、やっぱ松平選手やっぱ代名詞であるこれめっちゃストップ、はい、ピタッてめちゃめちゃこうビタストップみたいな、はい、超止めるストップがすごくうまくて、はい、あとはこう流す、はい、相手さんもちょっと逆モーション気味にこう流すとかすごく使ってるなっていう印象なんですけど、はい、うん、そういうのがやっぱこのラバーめちゃくちゃやりやすいです。やりやすそうでしたね。やっぱ飛ばない、うん、飛ばはい、あんまり飛ばなくて、でラバーのその何ですかね、相手の球に対してちょっと鈍感、はい、な感じなので、うん、台上がめちゃくちゃ収まってくれるので、うん、こういろんなテクニックが、はい、レシーブで、うん、やりやすいと感じました。はい、まあ動画を見てても、はい、まあ、実際にこのラバー僕ももちろん打ったんですけど、はい、現状出てるそのドイツ製のハイエンドラバーの中で特筆して安定するラバーですよね。そうですね、はい、とにかく安定が、はい、それからブロックも、うん、カウンターも、どの位置からも攻撃できるし、台上プレーもやりやすい、うん、まあ、要するにラバーが安定してるからですよね、うん、はい、どうしても今までのドイツ製ラバーっていうのはどこかの性能がかなり高いので、うん、やりにくいような一面もあるんですけど、まあ、考えてみたら松平健太選手は今まで使ってたラバーが、まあ、日本製のね、うん、ラバーですからね、非常に安定するラバーだと思うんですけど、うん、まあ、言ってしまえばそれに近い性能を持ったラバーですよね。そうですね、はい、はい、以上3つの特徴だったんですけど、まあ、ここからはちょっとした補足というような感じで、このハイブリッド MK どんな人におすすめですかね。そう
そうですね、はい、これは、まあ、安定するラバーですね。そうです、安定する中級者以上、中級者以上の方に使ってほしいですね、うん、あの硬さも決して硬くないんですよね。そうなんです。だからあの上級者というよりかはもう中級者からもう全然使っていけるラバーですよね。だからドライブマンの選手だとかなり多くの選手が、うん、はい、あの使える可能性が非常に高いラバーだと思います、はい、そういう意味だとすごい幅広い選手に使えるんですね、うん、ドライブマンの、はい、まあ、もちろんねドライブって言っても、はい、あのブロックだったりしのぐ技術もいいので、やっぱ守備も含めたこうプレー全般あの重視するプレイヤーっていうことですかね、うん、そうですね。言い換えるとサーブ3球目みたいな人以外ですかね。そうですね、はい、その点あんまり尖ってないので、例えばサーブぶち切れるとか3球目超速いみたいなラバーじゃないですよね。そうですね、はい、だ両ハンドで、頑張る堅実な卓球をする人向けですか、ね、そうですね。結構ラリーで点数取るには結構いいかもしれないですね、うん、打ってよし守ってよし、はい、カウンターしてもよしブロック気味に打っても入るみたいな、うん、だからずっと攻撃し続けるってやっぱ難しいんですよね、ドライブの方が、はいはい、ずっとドライブ振り続けるってやっぱ、やっぱ安定度が低くなるん で、 そうですね、で相手強かったらやっぱブロックする場面が、うん、必然的に増えちゃうんで、はい、そういった場面でこう打てなくてブロックしても入りやすいっていうか、うん、まあ、今までの、ね、ラバーがどうしてもそういう場面で速くなりすぎちゃったり、そうですね、ブロックしなきゃいけない場面でもブロックも速いみたいな、ね、そうですね、それラバーの性能が良くて引っかかってあのオーバーしちゃったりとか、はいはい、うん、そういうのがないそうです、ね、ですからね、やっぱりミスが減る、すごく安定性のいいラバーだなっていう感じしますよね。そうですね、まさにもう松平選手の卓球、うん、そうですね、自分から打ったり守ったり守るプレーも強いみたいな、守ってもいいし打ってもいいしみたいな、まあ、トリッキーなプレーもやっぱりこのラバーの安定性があってできるんだなっていうのが、なんかこのラバーを使うとすごい実感できますよね、うんうん、そうですね、はい、あと、はい、なんかラバーの質感もこれ新しいような感じしますよね。このシートの質感、そうですね、ちょっとなんか普段 の、 そのドイツ系のにあまり見ないような、はい、し、なんて言ったら分かんないけど、まああのなんだろう、すごく綺麗なんですけど、まあ、適切な表現か分かんないですけど、はい、すごい普通まあそれがいいことなんですよね、うん、そうテンションの、あのなんかピンピンに張ってる感じもしないんで、うん、なんか長持ちしそうじゃないですか。そうですね、はい、ハイブリッド MK の紹介をさせていただきました、はい、松平健太選手のねプレーに憧れる人はぜひ一度使ってみてもらいたいと思います。それ以外でもとにかくその、両ハンドの安定性、打ってよし守ってよしのプレーを、これからね上達させていきたいような人にはもう本当におすすめの新商品となっているので、ぜひ一度ご検討してみてください、ありがとうございました。よいしょ。